165スーパールック VS ホタカ28日有明アリーナ第8試合でミッキーホルツケンとのミックスルールマッチで1ラウンド後負けした秋山義弘が試合後インタビューで無念の気持ちを語るも闘志は消えておらず再起へ意欲を見せた。